皆様、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の武田でございます。ちょっとこの発売されたばかりのとあるマスインがございまして、それが個人的にむちゃくちゃ欲しくて買ってみました。本当についさっき、その黒猫大和さんから届いたばかりなんですけれども、ちょっと今回はこちらの製品を紹介してみようかなんて思います。代引き手数料込みで、2480円という感じなんですけれども、さあ、これが何の製品かといいますと、ご存知の方いらっしゃいますかね。こちらでございます。アイリグパーツ。何これって感じの方結構いらっしゃるかもしれないんですけれども、この白いところ、このそれぞれがこのラバーのボタンっぽい感じ、トリガーって言い方するんですけど、ボタンになってるんですよ。で、これらをこの操作して、まあ、ドラムの音を出したりとか、バスドラの音を出したりとかして操作をしていくと、まあ、そんな感じの流れでございます。一応、このインサートすれば、そのベースの音だったりとか、ストリングスの音だったりとかって、いろんな音が設定できるんですけれども、まあ、そんなコントローラーでございます。で、これを iPhone とか iPad とか、Mac とか Windows とかにも接続して使うことができると。前からこれ、むちゃくちゃ欲しかったんですよ。もう一回言いますと、前からめっちゃ欲しかったんです。で、このネイティブインストルメンツというメーカーが作っているものなんですけれども、このトリガーと、その、なんていうんですかね、今までそのマシンっていうこの機種があって、それにこうついているパッドだったんですよ。で、このパッドだけ僕は欲しいんですけれども、マシン買うといろんなつまみとかがついてたりとか、いろんなコントロール部がついてたりとかして、ちょっとお値段が高いんですよ。多分4万円とか5万円とかするし、フルサイズのものだったら、本当にもうそれこそ8万円とか9万円とかそのぐらいすると。で、本体の方ももちろんこのパッドと、コントロール部みたいな感じですごいサイズになりますし、僕はそういうコントロールとか一切使わないので、このパッドだけあればよかったんです。でも、マシン欲しいしな、どうしようかなと思ってたら、まあ、こんなアイリグパッツという感じで、このコントロールだけのものが発売されると出まして、これをもう買うしかねえと、もう笑いをこらえながら予約をしてしまいました。で、それがまあいよいよ届いたと。なんかいろいろついているみたいです。これは説明書かな？製品を登録しろよと、いろいろシリアルとかがついております。ちゃんとこの製品登録してねと。で、これが多分、これは製品案内ですね。まあ、後で見るとして。まあ、本体ですよね、肝心の本体。ババーン！来ましたぜ。ほんまにパッドだけです。結構軽いです。普通にめっちゃ軽いです。これはいい。これはいい。今までのそのマシンってやつを使うと、ここからね、そのつまみがこうバーッとついて、またさらに本体がこのぐらいのサイズだったりとか、フルサイズだったらもっとバーッとでかかったりとかするんですけども、本当にコントロールだけと、これはやべえ。というわけで、ちょっくら、iPad とか iPhone につないで、しばらく遊んでみたいと思います。こちら、今回はこれをレビューしてみたいと思います。さあ、どんな感じだかしら。どんな感じかしら。ワクワクするぜ。それでは実際にアイリグパッツ、接続をして遊んでいこうかなと思います。付属しているケーブルは2本、普通の USB ケーブルとライトニングケーブルの2本でございます。新しい iPad とか iPhone とか使っていらっしゃる方は、このままライトニングをつないで、ライトニングケーブルをつないで、アイリグパッツのほうにこのまま直接プラグドすれば、もう準備が完了です。電源が一切必要ないので、かなり気軽に遊べるかなという感じですよね。で、まあ、今回は画面大きい方がいいかなと思ったので、iPad でちょっと実演をしてみたいんですけれども、まあ、このケーブルをつないで、この USB をそれぞれの機器に接続すれば準備は完了です。普通の USB なので、Mac とか、あと普通に Windows とかも使えますし、こういう Apple コネクションキットをお持ちであれば、これにこうバスッと接続して、もうこのまますぐに iPad で楽しむことができます。そうすると、もう準備は完了。電源が入りました。で、このアイリグパッツ、このそのものがこれ何なのよという方結構いらっしゃるかと思うんですけれども、簡単に言うと、もうコントローラーです。こういう MIDI 鍵盤とかあるじゃないですか。もうこれとかとほぼ変わらない感じですね。ただ形状が違って、すごい強弱がつきやすかったという感じです。弱い音とか、強い音。その変化のつけ方がすごく楽しいと。慣れてくれば、普通のドラムを叩いているかのごとく、遊ぶことができます。普通にドラムを叩いているかのようなフィーリングで演奏することができると。あと、こういうフェーダーとかを使って、
ちょっとこうピッチを変えたりとか、なんかこんな感じでこのパラメータを変えたりとかすることもできます。基本的にはこのパッドを叩いて演奏したりとか、録音したり、音源を作り込んだり、あと DJ っぽいことをしたりとかして楽しんでいくようなアプリです。で、当たり前ですけども、ガレージバンドを使って、録音することも可能です。録音ボタンをポチッと押せば、ほい。こんな感じで録音することができると。で、今はそのドラムの音色を設定しているので、ドラムの音色ですけれども、ベースの音を入力したりとか、鍵盤の音を入力したりとかももちろん可能でございます。で、ガレージバンドでも十分面白いんですけれども、今回はこのサンプルタンクというアプリを使って遊んでみようかなと思います。サンプルタンク。おぉ、iPad が重い。よいしょ。サンプルタンクというのは、その名前のとおり、サンプルがたくさん入ったアプリでございます。例えば、そのドラムの音色一つとっても、こういう感じで生ドラムっぽい音もあれば、なんかもうちょっと重い音もあったりとか、なんかロックっぽい音もあったりとか、なんかこうハウスっぽい感じ、ダンサブルな。こんな音もあったりとか。で、他にもベースの音が入ったりとか、ホーンセクションの音が入ったりとか、あとオルガンの音。もあったりとかします。で、これは有料アプリなんですけども、無料のやつも、無料のバージョンもあるので、まあ、興味があったらちょっとダウンロードしてみると、これまた面白いかなって感じですね。で、さっきも言ったとおり、その強弱がすごくつけやすいので、このサンプルタンクとかの音色を使って、普通にこう生ドラムを叩いているかのように。演奏したりとかして、楽しむこともできます。例えば。おーおこの遊び、僕はすごい好きなんですよ。こんな感じでドラムっぽく遊ぶことができると。どうしようかな。なんかトラックを作ってみましょうか。そうするとまたちょっと面白い感じになりますので、トラックを作ってみましょう。このサンプルタンクというアプリは、なんかこう、いろんな音色をこう組み合わせて、4小節だけ の, そのループを作ったりとか、まあ、そういったこともできるので、ちょっとそれにレッツトライしてみましょう。おお、なんか入ってる。とりあえずこれを削除して、こうかな。で、録音ボタンを押して、録音開始といきたいところなんですが、ワン、ツー、ツー。おお、むずい。というか、メトロノームとか小さい。こんな感じでしょうか。で、他の音色もチョイスして、録音することができます。例えばベースは。
録音してみましょう。2、3、4。なんかできてきました。他にもオルガンの音とか、こうかな。あ、録音されてしまった。まあこれは普通にその MIDI 鍵盤とか使うとやりやすいんですけども、まあ、アイリグパッドを使って、録音することも可能でございます。ボリュームを上げます。どうしようかな。できました。で、ここにラッパーの音を使って。こんな感じでトラックを作って遊ぶことができると、ちょっとなんか面白そうじゃないですか。僕 の, そのこだわりというか、そのなんか一番の遊びとしては、やっぱね、このドラムの音をこの遊ぶドラムの音で遊ぶのが僕はすごく好きなんですよ。これがもうとにかく面白い。なんかずっとこれだけでなんか6時間、7時間くらい今日遊んでしまってるんですけど。ちょっと面白そうじゃないですか。こうかな。ダンデンつって。なんかこんな感じで、まあ、遊んだりとかするわけでございます。で、まあ、このアイリグパッツ、すごいこう操作が難しくて、なんかこのインジケーターが一切ないから、そのパラメータ割り振るのとかがすごくこのややこしかったりとかするんですよ。まあ、その辺もだいぶ解明できてきたので、まあ、ちょっと次の機会にその辺もご紹介してみようかなと思います。とりあえず今回はアイリグパッツ、すごく面白いよという紹介動画でございました。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さようなら。